心地よい夢を見る寝ながら瞑想。寝る前に快適な姿勢でベッドに横たわってもいいですし、椅子に座るかあぐらをかいて座っても結構です。深呼吸を3回してからゆっくり目を閉じてください。ゆっくりと息を吸って、ゆっくり深く吐いていきます。もう一度息をゆっくりと吸って、ゆっくり吐き出します。もう一度ゆっくりと息を吸って、ゆっくり吐き出します。この瞬間に意識を集中し、外部の世界から離れていきます。日中の疲れやストレスが体から流れ出ていくのを感じてください。息を吸うたびに体が軽くなり、リラックスしていきます。今心の中であなたが望む心地よい夢をイメージしてください。どんな場面で、誰と一緒に、どんな活動をしているかを思い浮かべます。その夢の中での感情と喜びを感じてください。夢が具体的になるほど、リアルな体験のように感じてください。この夢のシナリオを探求しましょう。夢の中での状況や出来事を詳細に思い浮かべてください。それはあなたの想像力と直感から生まれるものです。
夢の中での感情を強化しましょう。その夢に包まれている喜び、愛、幸福感を感じてください。その感情があなたを包み込み、心地よく眠りにつくことをサポートします。眠りにつく前にクリエイティブなアイデアや洞察が浮かんでくることを期待してください。開かれた心と受け入れの姿勢でインスピレーションを受け入れる用意ができています。この心地よい瞑想の体験に感謝し、その感謝の気持ちを心に留めてください。感謝の気持ちが豊かな夢と創造的なアイデアを引き寄せる力を高めます。深呼吸を続けながらゆっくりと目を開けてください。そのまま眠りに落ちても大丈夫です。この感覚を心に刻んで、静かに眠りにつく用意が整いました。この瞑想を定期的に行うことで、心地よい夢やクリエイティブなアイデアを引き寄せることができるでしょう。
Thank you.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 